タマフレンズテレビアニメ三丁目の玉打ちの玉知りませんか映画お願い。ももちゃんを探して。三丁目の玉お願い。ももちゃんを探して。は毎日放送制作 TBS 系列にて放送されたテレビアニメ三丁目の玉の劇場版アニメである。1993年8月14日に劇場公開された。 ソニークリエイティブプロダクツのファンシーブングの人気キャラクター、タマフレンズからの派生作品。1983年に誕生し、10年後の1993年に10周年を記念して作成された劇場用アニメ映画である。タマフレンズのホームページでは、三丁目のタマお願い。ももちゃんを探して、CD や DVD では、三丁目のタマお願い。 もちゃんを探して、その他では三丁目の玉もちゃんを探して、と表記が異なる。2002年8月21日から DVD の発売、レンタルが開始されている。花咲家の飼い猫もちゃんが家族旅行中に他の猫にさらわれ行方不明になってしまう。すっかり元気をなくしてしまったもちゃんの飼い主、エミちゃんのため、そして桃ちゃんのために玉たちが も,もちゃんを探す旅に出る。テレビアニメからのキャラクターの詳細は、三丁目の玉打ちの玉知りませんかを参照。1994年に本作を題材にした、ピコ専用の絵本ソフト、三丁目の玉も,もちゃんはどこが、セガエンタープライゼスより発売された。タイトルの末尾は、ではなく、である。劇場用アニメとはストーリーが異なり、一ページ目では、 トラックによって、ももちゃんがさらわれ、2ページと3ページ目ではそれを玉と仲間たちが地図を見ながら探していくという内容になっている。ゲーム中には様々な地図記号が登場し、途中でブルに遭遇すると玉とブルとの追いかけっこになる。ヒントには劇場オリジナルキャラであるツバクロウも登場する。ももちゃんを見つけると次のページへ進める。 その4ページ目ではどんな地図記号かを当てるクイズが出題される。お絵かきは2種類あり、描いた絵が動くでは1シーンの中で描いた絵を動かすことができる。他にもスロットの絵柄でおみくじを楽しめるモードもある。ありがとうございます。